ございます。ただいまからレノファ山口薩摩町春季キャンプの激励式を始めさせていただきます。お越しください。ありがとうございました。ありがとうございます。まずは、全国的にも、厳しいこのコロナ禍の中、2年連続、ここ鹿児島県薩摩町で、チームを受け入れてくれて本当にありがとうございます。先ほどいただいた、焼酎はちょっとキャンプ中飲めないですけど、黒豚、薩摩揚げ等を食べさせていただいて、いいキャンプにしたいと思っています。今後ともよろしくお願いします。お疲れ様です。2日目だけど、すごいみんな集中して、なんだろう、もうね、やる気に満ち溢れた中でやれてるかなって思います。はい、去年の違いは全然ないけど、ただよりこうチームがなんていうのかな、メリハリを持てるようにこうなんだろう、こう緩い時は楽しくこう会話したりもするし、練習の時はしっかりピリッとした空気を作っていきたいなとは思っています。はい、そうですね、若いで言ったら翼と健人と、で2人はすごい、そもそもプレー自体も頼もしい2人だし、翼に関しては今年またもう一つ殻を向けようとしてるっていうのが、正直今このプレーからすごくこう、伝わるというか、なんですごくこうゴールの匂いがするんじゃないかなっていう感じがしてます。ケントはもともと何も言わなくても、もともとのそのサッカーの能力もそうだし、 IQ ももともと高い選手だから、よりそういうのはこう選手にこう、なんだろう、プレーで引っ張ってもらって、勢いを出してもらいたいなって感じですね。そうですね、コメントにも書いたんですけど、やっぱ本当に、本当先輩も後輩も関係なく、こう横のつながりでしっかりとこう声をかけ合ったりとか、意見を言い合える
うん、ただそのサッカーが終わったりとかプライベートの時はフランクな関係性が僕はとてもいいと思うので、まあ、そういった関係性を築いて、まあ、チームとして大きくなっていけたらなと思います、ね、また新たなチームで土台作りしてるんで、はい、皆さん期待しててください、はい、開幕勝てるように頑張ります。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。次渡るですね。ジンだな。ジンクですね。渡るです。これ昨日やったそうです。渡るやったのかな。はい、あと一発ゲスト。なんでやねん。いや、ジンクもそうらしいです。いや、ジンク行くんで、ジンクに、ジンクにいろいろ聞いてください。ジンクのいいところは、うん、ジンクのいいところまず、顔がかっこよくて身長高いんで。舐めてます、マジで。身長高いんで、なんか先輩って感じがして尊敬してますいや、あと優しいっす。他は？他はロッカー隣っすロッカー隣っていうので仲良くなりました。マブって感じっすじゃあ、あと任せます。まあ、そうですね、トレーニングも、まあ、厳しいとかは厳しいとこでやって、まあ、楽しく練習もできてるので、そうトレーニング終わった後とかもみんなとどうコミュニケーション取ったりしているので、まあ、これからもっともっと徐々に馴染んでいって、まあ、コンディションも上げていきたいなと思ってます。そして先輩も、まあ、経験のある選手もたくさんいると思いますけど、はい、どうですか？まあ、盗めるものは全て盗むっていうつもりで、まあ、トレーニングしているので、あとはもっともっと自信持って自分のプレーを出していくべきなのかなと思ってます。まあ、まずは自分のコンディションをもう開幕に向けて 100% に近い状態まで上げるっていうことを、まあ、個人的に目標というかキャンプのあれで立ててるので、そこは自分と向き合いつつやっていこうかなと思ってます。開幕戦は、まあ、今シーズン、まあ、スタートダッシュを切るという意味でも、まあ、すごく大事な試合になると思うので、まあ、僕らも一生懸命準備して勝つために準備するので、一緒に戦ってほしいです。応援よろしくお願いします。高橋選手、お疲れ様です。そうです。どうですか、キャンプ2日目終わりましたけど。 いい準備ができていると思います、チーム全体的に、はい。まあ、今シーズンの、まあ、今シーズンというか昨年の終盤戦にかけてチームに多大な貢献をしてましたけど、はい、いやいや、高橋選手がメンバーに入ると負けないってジンクスがあります。いやいや、それはほんたまたま す, ま, す。まあでも今年の目標は、もう開幕戦からスタメンに出てチームに貢献すること。ごつごつってやめてください。別にごついってないですよ、コメントに。まあキャンプからしっかり気を引き締めて頑張っていきましょう。いきましょう。最後に一言、サポーターの皆さんに。今年皆さんが期待しているような結果を残せるようにチーム全員で頑張ります。はい、あたしたごつわこれ俺とヒデの中で流行ってる。ヒデが何か言うと俺が全部ごつわこれ流行らしい、流行らしい、すごい痛かった。全国にごつわが流れてしまう。